法人第3期、2016年度から6年間の施設長を務めております、藤山でございます。先ほど藤井の方から、ロイスとはどういうものであって、その中の BS の施設の、立ち位置というのは、ほぼおさらいをしていただきましたので、私はもうちょっとこの間、何を考えながら、どういうことをしていって、なおかつ、第4期に向けて、どういうふうに考えているかということ、それのバックグラウンドみたいなものをご紹介したいと思います。でですね、これが現在の DS、DSDS と言いますけれども、データサイエンス共同利用基盤施設の、アウトラインでございます。で、現在ここにありますように、センターがですね、ライフサイエンス統合データベースセンターから自分が公文データ共同利用センター、さらにグリーンのデータ共有支援事業、それからデータ解析支援事業をやる2つのセンター、それに全体を推進するデータサイエンス推進室という、この組織から出来上がっております。で、これいきなり出来上がったわけではありませんで、これは第3期からの活動でございますが、ロイス自身がですね、2004年から出来上がった組織でございますが、法人の第1期、第2期において、じゃあ、4つの研究所が集まって、どういう新しいことをやるか、そういうことを考えながら、主にここにいくつか挙げましたけれども、診療器融合研究センターというのを立ち上げ、さらにリサーチコモンズ事業というのを立ち上げて、第1期と第2期の活動をしてまいりました。ここから4、5枚のスライドはですね、飲み水推進室長にいただいたスライドでございまして、で、後ほどの、ポスター発表の方でより細かい、詳細な発表があると思いますので、私の方からは簡単に、経過を紹介させていただきますが、基本になったことは、4つの研究所、統計数理研究所、遺伝学研究所、極地研究所、情報学研究所が集まりましたので、それらの、研究所4つを集めてですね、どういう新しいことができるか、それを機構としての、基本戦略と考えて、動いてまいりました。具体的な動きが診療器融合研究センターであり、診療器融合研究センターの中からさらにリサーチコモンズ事業という形に発展していったわけでございます。で、この過程でですね、ここにライフサイエンス統合データベースセンターというのがありますが、これ現在は、データサイエンス共同利用基盤施設の、中核となって活動していただいておりますが、これはかなり早い時期、平成19年度から、これは主に内閣府の方の、事業としてスタートし、で、機構本部の中に、置いて活動してきたものでございます。で、このような形でですね、融合研究を主にメインにしていました。で、この間、結局、12年間活動してきたわけですけれども、大きく総括をしますと、一つは大学共同利用機関としての成熟度が増大してきたんだと思います。それまではですね、法人化の前までは、それぞれの個別の共同利用研究機関が活動してきたわけですけれども、改めて機構法人という形でですね、大きな枠の中で、それぞれの研究所が統合して活動する、さらに融合的な活動をするということで、新しい目が生まれてきたんだと思います。で、その中でですね、いろいろな、後ほどちょっと簡単に触れますけれども、学術社会なんかの、発展もございまして、主に当時の言葉としてはビッグデータを活用するとかですね、それから、新しいデータベースセンター、統合データベースというのを作っていきましょう。それから、後半の方になりますと、データ駆動型サイエンスですね、データサイエンスを推進していくという、こういう動きが第1期、第2期を通じて徐々に醸成されていったように思います。で、そのようなバックグラウンドを言いまして、じゃあ第3期、2016年度から始まりまして、第3期で新しく、データサイエンス共同利用基盤施設の 機構の中に設置いたしました。これは先ほど機構長からもお話があったとおりでございますが、
まあ、大きく2つに分けまして、まあ、データサイエンスの支援系、それからデータ共有の支援系、それから解析の支援系、この2つの大きな柱を立てて、で、それぞれの4つの研究所から、まあ、それにふさわしい研究者の方に出ていただく、で、まあ、出ていただくというか、まあ、兼務で、こちらの方に移籍をしていただく。それから、ライフサイエンス統合データベースについては、こちらの方に移管をしていただくということで、まあ、大きくですね、データ駆動型サイエンスの推進ということ、それから大学等の多様な分野の研究者に対して、データベースの 大規模データの共有、データ解析の支援事業、さらに人材育成を行って、我が国の大学等の企業業界に貢献する。まあ、これをですね、第3期の大きな、計画として、活動してきたわけでございます。で、これがですね、2016年度発足当初の、スタイルでございます。まあ、運営会議推進室というのはございますが、まあ、発足した当時は、ライフサイエンス統合データベースセンターがございまして、それから、社会データ構造化センターというのがございました。ここにある極域環境センターと人文学校データセンターは2017年度からの、発足です。それから、まあ、ゲノムデータ解析支援センターは当初からございましたが、発足時はですね、ここにデータ融合計算支援プロジェクトというのがございますが、これは後期になりまして、まあ、データ同化の、研究センターとしてこちらの方に移ってきています。で、まあ、主な目的というか、一言で言いますと、大学におけるデータ駆動型学術研究力の強化、このための共同利用推進事業を行うというのが、この我々の施設の、大きな目標でございます。で、まあ、一つはですね、データサイエンス推進のための基盤構築、それから研究支援を行います。これは各センターが、それぞれの得意とする分野を、バックグラウンドにして、まあ、大学の研究者の方々、もしくは、コミュニティと連携をしながら、まあ、大量大規模データの活用、それからいろいろなシミュレーション、まあ、こういうことを主な活動内容として進めてきております。それからもう一つはですね、既存分野を超えた知識移転や変化、これはデータサイエンスという、まあ、データ駆動型研究という、まあ、ここにエカデミックビッグデータというのを書きましたけれども、まあ、こういうデータというのを基準にしますと、ある意味ではコミュニティ、もしくは分野の枠を超えることが比較的簡単、まあ、楽にできますので、まあ、壁が下がってきますので、まあ、その壁を下げた上で新しい分野を創設する、これを推進していく。で、ここにですね、まあ、データサイエンスであり、オープンサイエンスでありますが、機構全体としてはさらに、まあ、オープンサイエンスの方は、これはコミュニティ自身の、考えというのもかなりあるんですけれども、まあ、こういう全体の動きを、プッシュしていこうという、まあ、こういう、推進を、事業の推進をしてまいりました。で、まあ、次第にですね、これは2000、まあ、2016年、これ当初でございますが、現在は先ほど1枚目にお見せしましたように、全センターの設置や、まあ、当初計画をしていた全センターの設置や開発し、ちょうど今ですね、昨年度、今年度をかけて、まあ、第4次、次のステージを検討しているところです。で、これについてはまた後ほど、少し簡単に触れたいと思います。で、ここまでがですね、大体、データサイエンス共同利用基盤施設、まあ、どのような形で動いてきて、そのようで、ロイスの中で、まあ、どのような位置づけであったかということの、概略でございます。で、次にですね、じゃあ、機構全体、ロイス全体としてはどういうことを動いてきたかということを、少し別の視点から、考えていきたいと思います。これは情報システム研究機構では気候シンポジウム、まあ、情報システムというタイトルをつけた気候シンポジウムをですね、これは発足当初からずっと続けてきております。まあ、2005年度が1回目ですが、まあ、今年度、2021年の地球規模課題に臨むデータサイエンスということで、まあ、これ見ていただくとですね、まあ、キーワードとしては情報とシステムということがあり、データベースということがあり、さらにですね、まあ、情報、ビッグデータ革命ということもございましたし、さらにオープンサイエンス、データサイエンスという、まあ、データサイエンスというのを一つのキーワードにして、まあ、情報システム研究機構の社会発信を行ってきたところでございます。
で、このうちですね、これは一つだけ例を示しますが、2012年に、生命科学のビッグデータ革命、仮想から現実へということ。これはたまたま私がお世話したものですから、少し紹介したいと思います。で、生命科学のビッグデータ革命で、これ2012年に行いました。で、生命科学というのを言うと、なんとなく格好がいいんですが、これ、生物学というのは非常に古い学問でございまして、古くは博物学に端を発するようなですね、18世紀、19世紀ぐらいに端を発するような、非常に古い学問でございます。で、その分野がですね、一つの大きな契機は、私自身のバックグラウンドでもある、ジェネティクスではあるんですが、19世紀の末に、メンデルという、高等学校でお習いになったかもしれませんが、遺伝という現象は、いろいろな数を計測することによって、実際の生命現象が分かってくると。こういうことが、スタートになってきました。で、ここにですね、1960年ぐらいから分子生物学という新しい分野が入ってきまして、これまでの生物学というのはどちらかというと、博物学的に、比較的生き物を外から眺めて記述するというようなことが多かったんですが、それをさらに細胞なりですね、分子のレベルでものを考えるという、そういう分野が発展してきました。それがさらに大きく、データサイエンスという形で加速してきましたのが、若干手前味噌の話をさせていただきますが、言語科学だと思っています。で、これはですね、これ当時2004、5年頃によく使っていたスライドなんですけれども、こういう技術がですね、科学を発展させる。例えば、これ望遠鏡なんですが、望遠鏡の発明によって天文学が発展する。顕微鏡の発明、これ全部19世紀の話ですけれども、細胞生物学が発展をして、で、これは放射線ですけれども、それによってラジオロジー、放射線学が始まり、それからここにありますのは、もうとても古いんですけれども、俗に言う DNA シークエンスでございまして、新しいジェノミクスという名前について学問が、主に 言葉として定着したのは2004年か2005年頃ですけれども、新しい分野が勃興してきたと思います。で、実際のデータ量はですね、とてもこういう先行的な分野に比べると、とても少なくてですね、これ、例えば天文学ですと、これ2002年のデータ恐縮なんですが、スバル望遠鏡の出力データ量というのは、これ大体一晩で55ギガバイト。で、1年かけますと、そのまま黙って出しますと、20ペタバイトぐらいのデータ量が溜まってくる。こういう非常に、当時からすでにデータサイエンスのデータ量の爆発を引いた分野でございます。で、2012年頃、何が話題になってきたかと言いますと、データ量が非常に増えていくので、どこからデータ爆発が起き、データの海に沈没していって、とてもではないですが、データのハンドリングができなくなるんじゃないかというような話が、2012年後で盛んに行われていました。で、これがですね、例えば、ネイチャーとサイエンスの特集、2008年頃に特集になったのは、こういうビッグデータ時代の始まりです。これ2008年ぐらいですから、まだデータがたくさん溜まっていて、それをどうしよう。で、科学としては一生懸命データを集めるということが非常に大きなトレンドになっていた時代の形ですが、サイエンス、それからネイチャーでそれぞれ、どこかでデータ爆発が起きて、我々は到底ハンドリングできなくなるんじゃないかというような心配をしていた時代にございました。まだこの頃はですね、今、アマゾンのクラウドとかですね、そういうクラウドなんかなかった時代の話ですので、こういう、としてみれば、ナイーブだったような気もしますが、それでもかなり続いた話だったと思います。で、このようなバックグラウンドがありましてですね、じゃあ、もう一度、もう一方ぐらい、手前味噌の話をさせていただきます。私自身のバックグラウンドはゲノム科学でございます。で、これ、ゲノムの世界のテクノロジーの話で、これ、右の方にありますのが、これは DNA シーケンサーといって、最近では新聞にも出てきますが、ゲノムの DNA の塩基配列を決めていく装置でございます。1977年頃に、ゲノムの DNA の配列を読むことがやっとできるようになりました。
で、この頃からですね、まあ10年、20年、まあ大体、まあ30年ぐらい経っているわけですけれども、この間にですね、まあ新しい装置がいろいろ出てまいりまして、ちょうど2005年、この頃から、まあ最近はもう新型シークエンサーと言いませんけど、全く新しい原理による、DNA シークエンシング技術が始まり、DNA 量が爆発的に増えていくことになりました。で、現在、例えば話題になっております、COVID-19 ですね、新型コロナウイルスですが、これ見ていただきますと、2004年に、ヒトゲノムの全配列が決まったということになっています。で、ヒトゲノムの全配列はだいたい 3×10 の9乗塩基でございますが、まあ、これ、一生懸命15年かけて決めたんですが、今はこれは2、3日までは、1日かそこらに出てくるような時代ですが、コロナウイルス自身の大きさは3万塩基しかございませんので、まあ、計算上はものの数分もあればウイルスにこの現場が決まるという時代になってきています。で、じゃあこのような大規模データをもとにしてですね、じゃあ生物学者、まあ、ゲノム生物学者は何をしたかというと、まあ、こんなことをやっておりました。これ私が最後に真面目に書いた論文なんですけれども、ですね、これは何をしたかというと、まあ、せっかくなので、紹介させていただきますが、これはチンパンジーを材料に使いまして、親から子供にゲノムが移るときに、じゃあどのくらい変化をするか。現在話題になっております、新型コロナウイルスがどん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 今オミクロン型とかなんとか言って、あっという間に変異しているという話がございますが、まあ、こういう高等動物ではですね、変異をかなり正確に修復をして、次世代につなげていくという機構がございます。それでもなおかつ、じゃあどの程度の変異が起きるかというのを決めたのが、まあ、実際に実測をしてですね、決めたのがこの論文です。まあ、それまでは到底こんなことはできなかったんですが、まあ、実際に使ったのはチンパンジーの2世代です。これがお父さんで、こちらがお母さん、これが子供です。で、まあ、詳しい方は、これは霊長類研究所にチンパンジーだっていうのは分かるんですけども、まあ、この親子ですね。でゲノムをとにかく DNA をいただきまして、大量のゲノムを決めます。で、大体決めるのはですね、大体ゲノムサイズの100倍以上決めておりますので、3×10 の9乗ですから、ここで決めたのが 3×10 の11乗塩基、まあ、そのくらいの数を、まあ、この時には半年くらいかけて決めました。で、これだけ大量のデータを決めて何をしたかと言いますと、一生懸命、ここから先は全部計算機やし、と、それからいわゆるバイオインフォマティクスという方々が仕事をするんですが、探したことはですね、これが父親です。で、これが母親で、これが子供と思ってください。そうしますと、ここに、子供のところに黒丸がありますが、探したものは、お父さんにはなく、お母さんにはなく、なおかつ子供に出てきた変異の数を探すと。まあ、こういうことを一生懸命探しています。もちろん、いろんな配列のようなのもありますので、まあ、そういうエラーハンティングなんかは全部やった上で、頑張って探しますと、大体、答えだけで言いますと、親から子供に1世代考えたところで、大体35箇所の変異になることが分かりました。したがってですね、まあ、ほとんどこれが父親由来だったのはちょっとびっくりだったんですけども、まあ、大体、塩基あたり、ジェネレーションあたり 1.5×10 のマイナス8乗、このくらいの変異が、延々と起きてきているということになります。したがって、まあ、まあ、この率はほとんど変わりませんので、まあ、ずっと年が経つにつれて、我々の体にも変異が蓄積していく。で、今の COVID-19 の場合には、ここの変異率がもっとはるかに高いと思われますので、高いと思われるのと、それからジェネレーションタイムがもっと短いので、もまあ、ご存知のように急速な勢いで変化をしていくということが、で、まあ、新型コロナウイルスについても全く同じような考え方で変異率を計算することができまして、まあ、実際にいろんなところでやられていると思いますが、まあ、技術の進歩のおかげで、まあ、比較的早い時間でそういうことができるようになっています。で、まあ、こういうことをやってきておりました。で、これがちょうど2004年ぐらいから2016年ぐらい前ですかね、ちょうど第2期の、終わりぐらいにかけての時代でございます。で、じゃあその間にですね、情報システム研究機構で、まあ、どのようなデータサイエンス活動の例があるかということのご紹介をしたいと思います。まあ、データサイエンスというのは、まあ、これ我々のところはデータサイエンス共同利用基盤施設という格好で、まあ、飛び出ししていただいておりますけれども、別に我々のところだけでやってるわけではなくて、
ロイスを構成する4つの研究所のすべてで、あらゆるタイプのデータサイエンス、もしくはデータ駆動だ科学の、活動がございます。まあ、これマトリックスに書いてあるんですが、まあ、代表的なものを挙げました。まあ、どの研究所でもやっているということで、まあ、ロイス全体で、まあ、データサイエンスの活動が行われているということでございます。これをですね、じゃあ研究者レベルに落とし込んで、で、まあ、どんなところで活動しているかというのを見たのがこちらでございます。これ科研採択課題というのをちょっと調べてみました。これは2018年から2021年までの、機構に所属する研究者が、じゃあどういうところで科研費をいただいてきているかというところを、まあ、ちょっと検索をした結果でございます。で、これグリーンが、こっちからいきましょうかね。で、まあ、このあたりがいわゆる情報科学という分野になるんですけども、このあたりに 統計する研究所の研究者の先生方、それから、情報系の先生方が、まあ、かなり多いということがわかると思います。それから、ですね、このブルーが極地圏なんですけれども、まあ、極地圏の研究者の方々は、まあ、環境解析であるとか地球惑星のあたりを分野として活動されている。それから遺伝系の先生方は分子生物という分野を、まあ、中心に活動されていることで、まあ、ピークはあるんですけれども、まあ、こういう、ある意味では各研究所のコアになるものがあると同時に、まあ、こういうところにいろいろパラパラといろんな色があると思いますが、非常に広い分野で活動されていることが分かると思います。で、これはロイスの例なのですが、じゃあ、まあ、この間ですね、まあ、データ科学というのがどのくらい研究者の中に浸透していったかというのを見てみました。で、これは同じく科研費の採択課題で、この中で、まあ、ちょっと検索の仕様はなかなか難しいんですが、まあ、データという言葉を使われている課題、まあ、研究課題名、もしくはキーワードの中に、まあ、なんとかデータとかですね、まあ、データ解析とかデータ分析とか、まあ、そういう関連用語が出現する頻度を測ってみたものでございます。で、2003年とそれから2021年の比較をしました。2003年というのはちょうど、情報システム研究機構が出来上がる1年前です。ですから、まあ、これは2002年のあたりに研究計画を出した方が、まあ、科研費としてグラントされた方が、じゃあどういうデータ関連の用語を使っていたかということが、これで出てきます。で、同じことを2021年についてもやりました。まあ、そうしますとですね、まあ、多いのは例えばデータベース、なんとかデータベースとかデータベースをなんとかするって、まあ、やはり非常に多いのです。が、まあ、例えば、まあ、データ分析、データ解析だとかですね、まあ、ビッグデータかなんか、まあ、こういういろんな用語で、データ関連の、言葉が出てきますが、面白かったのはですね、まあ、例えばここにビッグデータという単語がございますが、2003年でビッグデータという用語は実は科研費採択課題の中に出てきません。同じく、例えばですね、まあ、データ同化とかですね、データサイエンス、データ科学とか、まあ、これもですね、2003年の科研費が出てこない新しい単語だったんです。ですから、まあ、こういう新しい分野が、まあ、この20年ぐらいをかけて、まあ、18年かな、まあ、このくらいの時間をかけて、逆に増えていったという状況でございます。まあ、オープンサイエンスも2003年頃は何もなかったですし、まあ、データ活用ということもなかったまあ、このようにしてですね、まあ、我々の まあ、情報システム機構の活動がどうとかこうとかということではございませんが、社会全体の風潮として、まあ、データをハンドリングする科学に対する、まあ、考え方がかなり変わってきたというのはお分かりになるかと思います。まあ、採択課題数自身はですね、まあ、2万件が、まあ、3万件ぐらいになったんですが、まあ、キーワード、まあ、データとかを含むキーワードの用語は、まあ、2003年が600で、これが700ですから、そんなに量的には変わらないですが、質は変わっているということがお分かりになるかと思います。で、このように、まあ、社会が変わってまいりました。で、まあ、このような状況を踏まえてですね、じゃあ我々、じゃあ第4期、来年から何をするか、来年以降何をするかというのが、このスライドでございます。まあ、これは、後ほどどこかで、別の、発表出てくるかもしれませんが、次年度、令和4年度には、次世代データサイエンス研究教育組織の新規設置による大学共同システムの戦略的行動化、まあ、こういうタイトルで、新しい組織を作っていこうとしています。で、狙いはですね、まあ、こういう新しい融合的な研究拠点を作っていきます。まあ、これは統計数理研究所との共同、それからこちらの方は、
人間文化研究機構さんとの共同で、まあ、例えば日本文化美系研究ハブとかですね、それから遺伝研さんとの共同でバイオデータ研究拠点を作りましょうとか、まあ、こういう新しい融合的な研究拠点を作っていきたいということと、それからもう一つは、やはりデータサイエンスの人材育成プログラム、この2つを強化していくという、まあ、この2つを主に掲げて、第4期の計画を立案してきました。で、まあ、もう時間が過ぎてますので、簡単に済ませますが、まあ、このような、ロードマップを作っておりまして、まあ、新しい融合的な拠点を作り、なおかつデータサイエンス関連の人材育成に注力をします。で、まあ、実際にどういうインパクトが期待できるかといいますと、一つはまあ教育育成ですね、人材の教育育成ができるようになります。まあ、やります。それから、まあ、新しい研究ハブを作ります。で、まあ、例えば、まあ、どういうアウトプットが期待できるかというと、まあ、これ、感染症のリスク低減による国力の向上、まあ、これ、ポストコロナ社会に対するストックでありますとか、それから、先のお話をしました、日本文化ビギレータ研究ハブでは、新聞や創生、地方創生、まあ、教育科学ということで、まあ、これは、いわゆる人文科学と情報科学の融合による新しい分野を作っていく、まあ、こういう試みでございます。で、まあ、これは人材育成で、これは後ほど椿先生のほかご紹介があると思いますが、まあ、我々が目指すのはこういう高度なところの人材育成を目指すということでございます。で、これはですね、まあ、第3期が始まった頃はデータサイエンティストがいない、データ結びの専門家がいないということが非常に騒がれましたが、まあ、おそらく、まあ、計算機科学なり AI などが発達してきますと、まあ、そういう需要は緩和してくると思われますが、依然としてやはり高度な人材は作らないといけませんし、さらに言いますと、その高度な人材を育成するような人々は作っていく必要があります。まあ、そういうことを目指して我々は今後活動していきたいと思います。で、まあ、最後ですが、これが昨年まあ、この聞かれている方は研究者だけではなくて、いろんな方がいらっしゃると思いますので、で、これは上司職員のですね、新規採用職員の研修で私お話をしたことでございます。で、まあ、データサイエンスだということで、まあ、研究だけではなくて日常業務レベルでこれが発生する問題です。まあ、日頃の、まあ、生活の中でもすでに発生する問題であるということで、まあ、職員というか、まあ、社会人としてわきまえるべき、まあ、基本の作法になっていますということですね。で、実際に使うデータは複雑になり、まあ、多様化が進んでおりますし、それから、まあ、そこで考えないといけないことは、まあ、データイコールエビデンスではありませんということ、それから、まあ、データ扱いについては、まあ、論理的法的社会的な観点からの検討もしてくださいねということをお話ししました。で、大事なことはですね、まあ、データ駆動型の、まあ、社会活動、まあ、社会活動や行動原理そのものを、まあ、データということを頭に置き、まあ、データコンシャスにいった変革をしていくことが必要ですとお話ししています。まあ、俗に EBPM とかですね、EBP とかって言われますけれども、基本にありますのはデータを通して考えましょうということで、で、単純にこれはですね、周辺環境をデジタル化すれば優れる問題なくて、やはり一人一人の考え方で、そういうことを俯瞰できるようにするのが望まれるというようなお話をしました。で、これ最後のスライドでございます。で、今、お話をしましたような、まあ、データを元にして、まあ、きちんと考えましょうということは、実は随分古く言われておりまして、先ほど、遺伝学、まあ、19世紀に、まあ、メンデルさんから出てきて、まあ、実際に係数をして、ある意味ではデータ化の走りだったわけですが、まあ、こういうことを言われた人もございます。で、これですね、十分なデータを見ずに、まあ、まあ、エビデンスを得ずに判断をしてはいけない。まあ、そういうことをすると判断を間違えます。それから、まあ、これも大事なことなんですけれども、不十分なデータ、そういうことを元にして、一番いけないのはですね、自分の考えに合わせて、事実をひん曲げること。まあ、これは捏造と言ってもいいですし、まあ、まあ、日頃の研究態度のみになるということですが、まあ、こういうことは言われております。これは別に新しいことではございませんで、実はこれは19世紀に出てきた、まあ、こういう文献から拾ってきていることでございまして、ずいぶん昔から言われているんですけれども、まあ、実際にデータが山ほど使えるようになって、大規模データが使えるようになって、まあ、実際に現実化してきた問題だと思います。
はい、時間過ぎましたが、以上でございます。ありがとうございました。